チャンネル登録してね。俺からに。うん、もちろん。どうもこんにちは。こんにちは。ということで今日はゲスト上地雄介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。雄介です。はい。お世話になっております。雄介何歳になったの？もう41です。41だろ。はい。多分そのこのカメラではあんま分かんないかもしれないけど。なんで41にもなって鼻の頭に小さい傷つくの？いやもうここの斜め傷は小学生なの。俺ずっとここ来てから言わなかったけど、こいつなんで鼻のてっぺんに手的傷入ってんのでずっと思ってるんですよ。もっと早く言ってよ、恥ずかしい。そんなのもう回るまで言うわけないじゃん。泳がしてた。いや、しばらくこう喋ってたよね。しばらく話してた。この撮影に入る前に3、40分話したけど、わかるかな、うん、鼻に傷あんの。どうしたの？家でベッドの上に本とかで置いてある棚があって、うん、そこがザク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 してて、うん、寝っ転がってこうよろけちゃったの、うん、寝っ転がって立とうと思った時ガクってこう、うん、肘が、うん、あの段があってガクって、うん、その時シャッてやっちゃった。いや理由ジジイじゃん。バランス崩してあのジャリジャリのところにシャッて離して、そうベッドの マットレスの段があってそこがちょっとずれてて、うん、あちょっとサクッてって時にそこの血が増えた。本当にここなんだよな。いや笑ったわ。だって、はい、なかなかさ40過ぎて鼻の頭に傷できないぞ。俺今日も仕事してきたのにみんなに思われてたのかな。恥ずかしい。いや確かに家でさ、もう俺もなんか冷蔵庫開けたまま下の段のなんかって、うん、ガーンって言ってもう死ぬほど痛い時あるよな、家で、自宅である。死ぬほど痛い。だ自分で気づかない時にあざできてる時あるでしょ。いや全然ある。それって小さい頃からな、年取ったからなのかな。いや年取ったからでしょ。年取ってからのがあるよ。あとあざも治りにくくなってるし。確かに。そんなじじくせえ話するの、ゆうすけが。俺はそんな話よくしてるけど、老眼とか五十肩とか言ってるけど。だって鬼も変わんないから。いやでも俺もうだいぶ衰えて五十肩で、うん、あとこっち検査関節なんだっけあって首ヘルニアって、うん、だから格闘技やってるからでしょ。痛風もあるし動きすぎだからだよ。若い頃のイメージでずっと格闘技やってるからだよね、うん、運動してないの？運動毎日走ってる。今日も朝走ってジムも週3は行ってるかな。やっぱ動けないとライブもあるし。そうか。そうライブどうしてるの今？だ今年はまた分かんないけど、去年はオンラインで一回無観客でやったけど、うん、そんなあのユースケとしてのニューシングルがあのいやいやいや、あのいいけど、はい、30枚目のニューシングルクローバー発売中です。よろしくお願いします。ありがとう。いや全然めちゃめちゃいいんだけど、はい、あの影響力ないのよ。いやいいです。はい、お兄にもミュージックビデオの監督を撮ってんですよ。はい、イチョウと、はい、羽っていう。そう羽。ちょっとまた機会あったらタイミングあったら撮って。いややろうよやろうよ。本当にね。いつでも。もうこれで決まったな。うん。いつでも。でも本当に映画でもそうですし、監督演者はいドロップ漫才ギャング。だってほらあのもう一個あの Z アイランドの、 Z アイランドのあの、まあ、映画ではないんですけども BTV のドラマ、はい、まあなんかその同じ共演者っていう枠を超えて監督になって。いやお前でも俺のこと舐めてんの絶対。いや舐めてないよ。で俺ね、じゃ普通監督の台本に鼻くそ乗っけたりしないだろ。聞いたことあるか。まだだいぶ若かったけどね、10年くらい前だから。もう全然10年以上前だよ。あと俺があのロケバスみたいな小さいバンのところとかって休んで、うん、でこう台本見直したりしてたら外からイエーって俺全部子供なんだよ。車の中でうわーってやってることがもう全部子供なのよ。あの本当に冷静にちゃんと教えていただきました。ユウスケって普
通役者さんが監督の台本に鼻くそはつけないものだからやめなさいって置いたらダメだよって、はい、そうです。で俺ねこの前西野キングコングの西野の YouTube も見たんだけど、うん、言ってみたら西野も、まあ、昔からお付き合いあるじゃん、まあ、大人もそうだし、うん、俺もプライベートで飲みに行ったりとかもしてたんだけど、うん、そのチャレンジするのはこう、まあ、開拓者じゃん、うん、で当時もちろん松本さんとか武さんとか監督やってたけど、うん、芸人さんでだもうドロップ何年前よ、俺が20代だから13年ぐらい前、ドロップはそれぐらい前かもしれないね。だ最初監督やるって時にどういう感じだったのかなっていうのを俺ちょっと聞こうと思って。でもなんか33歳だったんだけど、その西野の時にも言ったんだけど、まあその時一番飲んでたじゃん、うん、もうユースケの週3ぐらい本当にめちゃくちゃずっといた。しかも朝までね。でおいで俺今度映画撮るんだみたいな。でも映画撮るって決まってからまた1年ぐらいあるんでね、うんうんうん、実際に撮るまで。だからユースケとそのいつか映画撮ったら出てねみたいな話もしながら、うん、でもねなんか全当たり前のようにやってたかもしれない。そのそうなんだ、何のプレッシャーもないし、うん、撮れることが当たり前みたいな。それまあ痛いんだよね結局多分。でもさ今の若手の芸人さんとか、まあ、他の役者さんとかもあれだけど、うん、その新しいことをチャレンジするっていう免疫力が今ほどないじゃん、うんうん、当時だから今はいろんなことやったりだとか、ね、多分今の人が映画撮るってなったらそう自然と入ってくるからね、うん、でも当時ってまだ10言ってみたら下手したら10最初の企画の時は14、5年ぐらい前だったと思うんですけど、お兄がその映画をやるって言った時にはっていうような雰囲気が少なからず、芸人が映画撮るといえばたけしさんじゃん、うん、まあ松本さんもそうだけど、うん、でもあの人たちスターでありカリスマじゃん、うん、ひな壇から映画撮ったの俺だって。そうだよひな壇から映画撮ったのは多分そうでしょ、ね、うん、でもなんか自分的にはもちろん映画撮りたい、映画を愛してるって気持ちもあるんだけど、映画を撮ってそれで認められてこう芸人としてこう帰ってきて、うん、で自分のメインの MC の番組撮りたいみたいな気持ちもあったわけ、うんうん、でもそれこそ漫才ギャングってユースケと佐藤隆太君と、はい、あの主役で石原さとみちゃんがヒロイン、うん、はい、で綾部も出ててっていう、うんうん、その映画を撮った時にね、うん、その司会者の人がいて、うん、で記者会見かなんかで、うん、で喋るっていう機会があって、はい、そ舞台挨拶じゃなかったんだよね、うん、一応番組 で、うんうん、でなんか舞台上 で、うん、で記者の人いっぱい入ってて、うんうん、でその時に佐藤隆太、上地雄介、石原さとみが前列で、うん、俺と綾部が後ろの席で、うん、俺なんか司会者に言われて、うん、ちょっと待ってくださいよって立ち上がってたのね、うん、俺いや監督になってひな壇の後ろの席ってことはもう俺もうひな壇から降りれねえなと思って普通監督って前じゃない。でも確かに監督っぽくなかったんですよ。いやでも普通は監督って前にいるよね。前だって品川組だから、うん、しかも俺綾部がうち司会者寄りだからほんと大外のアメトークの2段目の一番奥、ね、大外の席をあそこからちょっと待ってくださいよってやった時あもう俺無理なんだ何やっても。だって取材の時も鬼だけ、いやマジでこれ聞いて衣装がなかったんですよ。僕とかまあいろんな取材を受けていく中で雑誌が変わるたびに衣装を変えたりだとか、まず、はい、そんな、はい、取材日でね、うん、10本ぐらいあったね。ありました。俺とユースケで10本取材やるって言って、はい、ユースケはまあマネージャーさんもいて、はい、おいで衣装さんもいて、うん、スタイリストそうそう、はい、でわーって 4,5 人引き連れてユースケ入ってきて、はい、俺1人マネージャーもいない衣装もないメイクさんもいない、おいでヒゲ剃りないって言ったらない、そんなもんだからもう不祥髭やん、うん、でユースケにちょ恥ずかしいけどユースケメイクさん衣装貸し、そのひげ剃り貸してもらえないかなって、そしたらいいよって言って、じゃあうちのメイクさんにメイクしてもらえるもらうって言ってユウスケが言ってくれて、ありがとうございますって言ってユウスケのメイクさんにメイクをしてもらえる。悲しい、大監督なのに。ほんでユウスケは
写真撮るじゃん、こうインタビュー受けちゃ写真、はい、インタビュー受けちゃ写真、ユウスケは新しい衣装に着替えてくんだけど、俺は同じジャケットを着たり脱いだり着たり脱いだりするだけなのだから漫才ギャングのユウスケと俺で取材を受けたやつが、はい、コンビニで雑誌が並んだ時に、はい、薄着の俺と厚着の俺が交互に並んでるだけなのよもうすごく鮮明に覚えております吉本本社で。今はさ、いいんだ、もう今は俺 YouTube もこのパーカーだけだし、うん、テレビ出るのももう T シャツ、うん、ジャケットだから、うん、若い時ってやっぱちょっと分かる、恥ずかしいじゃん。分かる。しかもまあ言ってみたら2本目の大事な作品だからね。そう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 、ドロップドーンいって、うん、ね、漫才ギャグどうなるかみたいなね、うん、すっごい覚えてます。もう俺しか今思い出した、漫才ギャングの時俺竜兵じゃなかったんだよね最初。そう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 、逆、トビオと竜兵逆だ、だから佐藤龍太君と、あ違う、トビオでユウスケって思ってたのかな。そうだけど佐藤龍太君決まった時に、うん、佐藤龍太君トビオっぽいなと、でユウスケは竜兵でもできるかと思って、うん、ユウスケに竜兵やと思った、はい、俺最初びっくりしたもん、全然真逆じゃんと思って。まあツッコミの役だからね。そうで、どっちかというとそれまではまあヘキサゴンとかクイズ番組とかバラエティで鬼に突っ込まれたりだとか、あ、なるほど、なんか逆に役に入りやすいなと思って、本当、うん、直前に言われて鬼にちょっと逆になるわっつって言って、うん、嘘でしょって言ったのを覚えてる、うん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 、でもおかげであの漫才ギャングで俺はアカデミー新人賞をいただいた。あ、そうだ、はい、役者として一応こう素晴らしい賞をレッドカーペットを歩かせていただきましたよ、うん、いやもうこちらこそよ、ほんとありがとうございます。いや、鬼いなかったら僕あのレッドカーペット、役者としてのあのレッドカーペット歩いてないからね。え、そうだっけ。そうだよ、漫才ギャングで一番最初はあの、うん、日本アカデミー賞の新人賞で、鬼さっきの話に戻るけど、その映画やるった時に芸人さんのリアクションはどうだったの。だから西野がプペルとかっていうのとまたお兄が始めた感じってちょっと違うじゃん、うん、もうバンバンお兄はテレビ、もちろん西野も出てるけど、バンバン出てる時にひな壇の芸人あの品川がっていう感じの。そうだよね、だからココリコミラクルタイプ出てるけど、でもやっぱこう端に若手として出てるし、うん、ほんと今で言ったら誰ぐらいだろう。今で言う例えがいなくない。いないんだよね。だから又吉くんが本書くとかさ、それもすげえ売れてるアプだもんね、うん、そうだから梶作、うん、梶原くんがなんか YouTube やるとか、なんかこう、うん、ああそうなんだっていう感じだと思うんだけど、その当時の芸人さんってまだ、まあ、少なからず俺が始めた、あのバラエティを始めた頃はまだ25、6歳で、芸人さんとかお兄の世代って、お兄の世代って今もそうだけどすごいいるじゃん。いる。で結構こう叩き上げでオラオラっていうか個性集団の集まりで、戦国時代だと思うんだよ、うん、お兄たちのこの世代、うん、でその中でずっと戦ってる真っ最中の時にポンと映画の監督をするって言った時に、周りの芸人さんとか、まあ、スタッフさんも含めてだけど、どういう感じだったんだろう。いや、めちゃくちゃ応援してくれたから、そのありがたかったっていうか、だから俺結構ほら尖ってたって言われるけど、映画ぐらいからそのスタッフさんのあの熱い感じとか見て、うん、あ、スタッフさんそれいないと成立しないな、うん、こういうものはとか、本当に優しくていい現場だもんね、鬼の現場、うん、でも本当それ以来いいで、みんなが宣伝してくれたりとかするじゃん、うんうん、例えば論文さんの番組出たら、別に番宣で出てないのに、アツシさんが品川映画撮ったんでしょとか、うん、爆笑さんがそれ言ってくれたり、うん、ダウンタウンさんがそれ振ってくれたりとかっていうのが、みんな頼んでもないし、うん、番宣もできてないのに、品川映画撮ったんだろうとか、うん、品川小説で出したんだろうって言ってくれたから、うん、しかも本当にひな壇だから。いや、俺、本当にひな壇って何？いや、しつこいようだけど、うん、あの例えば四千頭身とかでも今その第7世代で自分たちの番組あるじゃん、はい、そういうのもないから、
まあね、でも若くしてずっと出てたけど、いやでも品書幕府ってあったけど、うん、唯一の冠番組、うん、それも終わったあとだから、うんうん、要は自分の冠番組もなく、だからココリコさんの番組の後ろにいるやつとかだから、うん、千鳥とかそこにもたどり着いてないし、今の霜降り明星とかそういうのにもたどり着いてない、うんうんうん、もう本当にここにいるやつだから、まあでもあそこの当時の世代そこにいるっていうことはめちゃくちゃすごいことだけどね、うん、またもちろん今の芸人さんとか若手の子たちもすごいけど、うん、俺15年前のあそこにいる人たちっていまだに元気じゃん、いまだに元気だなみんなお兄はもうずっとお兄であり、うん、もう誰だから極楽さんとか藤原の2人とか論文さんとかココリコさんとか、まあ、ペナさんとかいっぱいツッチーさんとかさ、ワリオシさんとか、うん、みんな40代後半の人たちっていまだになると中堅でありベテランであり元気じゃん。でもさ、どうなんだろうなと思う。一気に全員ジジイになるわけじゃん、今40、俺たち、俺が48、うん、この48前後めちゃめちゃ多いから、一気に全員70とかになったら、うん、マジでやばいよ、ウォーキングデッドみたいな、スタジオが怖い怖い怖い、ゾンビだらけ、スタジオがもうウォーキングデッド、元気な70歳がみんな、なんでやねんとか、ちょっと待てって、もう本当、ウォーキングデッドよ。俺、この前ね、ドラマでね、うん、ずっと今やってるドラマなんだけど、その太蔵さんと一緒だったの。うん、ネプの太蔵さんが、うん、もうだってもうベテランですもんねって言ったら、うん、で俺それこそ15年ぶりぐらいにドラマで共演したのね、うん、あのバラエティではあったけど、うん、でいや俺あの頃と変わってないし、そのベテランっていうのやめてって、うん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 、鬼もあんのその、いや俺ももうベテランとか言われたくないから、そうなんだ、なんでみんな芸人さんってその若手でいたい、若手でいたいっていうか、俺この間ほんと蛍原さんが言ってたけど、 EXIT の兼近がアメトークで、うん、なんで YouTuber はその収入とか自慢する、うん、芸人さんもそうあってほしい、うんうんうん、車買ったらこの車買ったんすよ、うんうん、タワーマンション住んだタワーマン住んだんすよって言ってほしいんすよ、なんで言わないんすか、うん、なんでいやいや俺なんてなんてスタンスなんですか、カッコつけてほしいんですよって、うん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 、いやそれその諸先輩方のもっとすごいの見てるから、うん、あ間違っても自慢できない。なるほど、うん、でも聞きたいけどな。いやだから頑張って俺も車とかそれこそじゃあ言ったら若い時にゲレンデとか買ってるけど、うんうん、本当に本当に新古車だしね、ほんであのローンがやばすぎて、うん、もう自分の給料超えちゃってるから無理して買ってる。飯食いに行くときにゲレンデ買ってんだけど、もう助手席にあの500円玉の貯金箱持って飯食いんですよ、金がないから。もう車買ってゲレンデ買っちゃったから、で家賃もだからバーストして、うん、俺借金もあったし、だからもうほんと500円玉貯金でご飯食べるんです。でも芸人さんはちょっと背伸びした車とか家にそれた方がいいって言ってたもんね。それ言われたからやったの、うん、でバーストしちゃったんだ、うん、だからお兄たちってそのなんつうんだろう、若手の感とギラギラ感とちょっと落ち着いた感もあるけど、そのなんつうの感覚がその頃とあんま変わってないから、うん、テレビ出てても普通今考えて俺41歳なわけ、うん、でもゆうすけはさあっていう感じだから なんていうの俺もベテランなんで、おじさんだしって言っていいのか悪いのかが分かんないじゃん。いや、いずれお前のお兄もやめた方がいいと思う。もうほんと俺が50過ぎたらおじいでいいよ。じゃあ50過ぎてお兄って言われてたらなんか俺嫌だわ。もう恥ずかしいわ。いや、俺、名前を。いや、想像してよ。えだから俺と7つ違うでしょ、うん、俺が70で、63ぐらいで、お兄とか言って。いや、いいじゃん、いるでしょ。楽屋で、もう、じじい2人が、いや、お兄とか言って、なんだよ。呼び方変えんの、結構勇気いるよ。父親のこと、親父って言いにくいのと一緒で。兄をじいにするだけだ。おじい。おじい。一回これで締めようか。もうあんの？いいの？こんな早くて。だって、絶対すげえ喋ってるぜ。ほんで、ゆうすけのチャンネルの方、ほら、20分喋ってる。大丈夫？もう十分よ。ありがとうございます。
じゃあちょっと締め、はい、さあということで、本日のゲストは上地雄介くんでした。ありがとうございました。続きは雄介のチャンネルの方でも僕が喋らせてもらって、ありがとうございます。でこれね、雄介の CD すいません、クローバーです。ぜひ聞いてみてください、はい、よろしくお願いします。あとだからあれミュージックビデオ、はい、ほんとね撮ってね、監督として。またいやマジで近々言って、俺4月から忙しいからみんなに言ってんだけど、うん、もうやるなら7月前に言ってね。7月前でしょ。そうあ、分かった、もちろん。あとあれやろうよ、ゲーム生配信しよう。あ、やりたい、教えて。俺1回だから教えてもらったんだけど、そこから止まってるから教えて。デッドバイデイライト、はい、やりたいと思います。そのために買ったんだ俺。はい、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録してね。